iPhone 27 connected. ありがとうございます。いいね、朝からおはよう。抜かれてるで。俺が辞めた4分後、マジで4分で抜かれた。やっばいな、なんかやってんな、マジで。ありがとう、クラッカー、クラッカーありがとうございます。りーちゃんおはよう。こうありがとうございます。早朝ファンタの爆投げだった。マジでほんまに言うてんの。5時ぐらい、5個の10倍ラスコイ。こうちゃんいいの、いいの、頑張っていいの、勝つよ。何位まで行くか分からんけどね。セチョピだよ、おはよう。クラッカーお願いしますね。モグキンで追い出された。うわ、警戒してるね。なんだろう、うちの捜査員が追い出された。なんだろうね、怪しいね。サイね、サイ行こう。いやー、わけわからないやつが来るな、毎回なあ。辛み酒前とかそうやね、なんか邪魔されてな。誰なんやマジで。負けない、負けないでください。負けないでしょ絶対。なんか湧いてくるよねいつも。おはようございます。豚四初めていただいた、初めて。オスさんありやす、オスさんありやす。捜査員立ち込みしたブロックサイトされるわな。あれ投げてるの一人だよ。なんだろう、謎だわね。最後さくんおはよう、おはよう、みんなおはよう。クラッカーだけちょっと投げてね。一人なんだ、なんだろうね。特別な感情とか抱いてんのかね。なんだろうね、バック投げし一人。クラッカーありやす。いやー、わいハーゲンダッツ並みすごいの。そんなすごいダッツみたいな感じなの。抜いたら配信やめた。すげえな。姫ちゃん、姫ちゃん朝モグラ枠ですごかった。監視はさせたくないんだ。なんだろうね、有名になればいいのにね、もっと注目浴びて。なんだろうね、普通だったらさ、爆投げ入ってランキング上がるじゃん。じゃあみんなが注目するじゃん。なんでそんなモグキンとかするんだろう。有名になりたくないのかな。その人の一人だけ見てくれればいいってことかな。ねえ、ちょっとおかしいよね。だったら裏で引っ張っちゃったらよくない。目指したくないんだったら。謎だな、どういうことだろうね。裏で引っ張っちゃった方がいいよね。桜、仕事しろよデブ。僕ですか。ハーゲンさん来たのって聞いたブロックさん、ハーゲンさん来たのでブロック、ハーゲンさん来たのって聞いたらブロックされてたよ。ハーゲンさん来たの、
ハーゲンか。いや、僕のね、あの総合ランキング上の人、左肩にチョコン姫って女の子なんだけど、ちょっと謎すぎるんで、ちょっとね、怪しいな。投げ方というか、潜らせない。モグキンで、俺が終わった後すぐつけて、抜いたらやめるみたいな。なんだろうね、謎だね、謎すぎるわね。名前がね、1メートルのカバー14か15って言ってたよ。桜がいる、桜、なんだろうね、桜。左肩チョコン姫、左肩だっけ、左肩チョコン姫。おはよう、カバさん、おはよう。桜ってどういう意味があるの、それつけたらどういう効果があるの。桜、運営さんがあれか、用意してるってこと、その配信者は契約配信者ってこと、そういうこと。何、桜って、その女の子が桜を用意してる、そんなことやって意味ある、何の意味があるの、メリットは分かんない。運営さんが用意してるの、本人が頼んでる、本人がお金を渡して頼んでる、その投げ手さんに地投げってこと。あーレス5倍分かりますね。課金を煽る、その人を抜くためにサグス君たちが頑張る、売り上げ上がる。チョコンヒーメを抜くためにサグス君が頑張るでしょ、どうして売り上げ上がる。あ、わざと競ってるってこと、競ってる。だから抜けるは抜けるんだけど、一見ガツンとは抜かないってこと。ちょっとずつ競っていって、自分の売り上げも伸ばしていくみたいな、そういうこと。謎だわ。音速さん言ってた、音速さんって誰だ、投げてた、そこの。あー、ちょっとずつ伸ばしていこうやみたいな、そういうこと、じゃないと9月全体の売上金額が下がる。あー、なるほど、仕組まれてるってことこれ、完全に。じゃあさ、俺3位入りたいけどさ、4位でいっかな、なんかねえ、利用されてる感じ、そいつのために。4位でいっか、そう考えたら。なんか別にさ、そいつに売り上げ上げたくねえし、抜いたら抜かれるみたいな。4位でいっか、仕組まれてない。なんかなんならさ、俺次のイベントの勝ちたいし、50万もらえるから、キリないよな、そんなの付き合ってらんなくない、だるいよね。デブがよ、関係なくね、それは。今108号さん関係あるの、今デブデブとかね、今4位でいいじゃんっていう話してんだけど、あの デブがよって関係あるの、それ。関係ないよね、デブはね。うん、リスナーさん大変になっちゃう。4位狙いでいっかね。デブは今関係ないからね、マジで。そこはで、なんなら今朝マック頼もうとしてるから、俺ウーバー下で、俺ウーバー選んでるからね、うん、デブがよって言われても、もう追加しようとしてるから、マカロンとか見てるから。何マカロンって思って、ヨーグルトとかあんねんけど、ハッシュドポテト追加しちゃうんだけど、うん、4位狙い。体育さんは3着狙いでしょ、俺4着狙い、うん、あんま頼んでもなーと思ってさ、そんな食べれないしなーと思って、一人だからさ、そんないらんしなーと思って。
三浦くんなんであんな強いの？分かんない。うん、聞いてこようか今度。 なんで強いんですかって、野暮なこと聞いていいですか。あの三浦くんってなんでイベントあんな強いの？誰が投げてんの？投げてたの、ちょっとフォロワーランキング全員見して、1位から10位まで。この人は何の仕事してて月いくら投げてるの、全部リサーチする。そうじゃないと分からないよ、なんで強いか。一人一人バック投げさんの年収とか聞いて、その人がいくら投げれるとか全部リサーチしないと。探偵入れるか、うん、そうじゃないと分かんない。イベント強いとか、誰がどれぐらい投げてるか透明化できないでしょ、教えてくれないでしょ誰も。無理やで、なんであんな強いのってよく聞くけどね。クワッチのあの人めちゃくちゃイベント強いよね。ねえ、分かんないよねそんなの、なんで強いか謎だよね。イベントが強いとなんかかっこよく見えるよね。なんかね、ミラクルすげえ注目浴びるよね。やっぱりその投げてる人たちも三浦くんを有名にしたいんで、5月で一番平和でね、面白いおじさんだろう、ね、だから三浦くんを1位にしたい、そういう熱い思いがねアイテムに変換してるんじゃないか、てな感じで。マクドナルドさんにウーバーお願いします。1800円ですね。1800円だけでいいんで、朝ごはんちょっといいですかね。あと700ポイントお願いします。今1100ポイントしか入ってないんで、あと700ポイントお願いします。1800円かかっちゃったから、1800円、待っていい、ちょっと700ポイントだけいい、時給今1100円、あと700ポイント。ああ、朝ごはんであげるよ。お前がアラブ石油ビリゲットとかソーマさんトップはミューちゃんいないとやっていけないラスコイ、そうおりゃ。うーわ、ミューちゃんいいの、優しい。4600円になっちゃったよこれ。うん、あーです、ありがたや。熊本に足向けて寝れないよこれ、優しいな。50個もくれたみゆちゃん、うん、モス頼んじゃうか。いや調子乗らないよ、そういう風に やりたいけど、頼みたくなるけど生活レベルを上げないよ俺はね、うん、いつね落ち目になるか分かんないんだこの仕事は。そんな、うん、あと17万、嘘でしょ、そんなあんの、嘘やろ、チョコンヒーメこんな差つけられたの俺、17万、マジ。17万、そんなに。バナナあるよ、まだ硬いね、まだあるけど、そんなに。あ、オゼンピックの日やん今日、忘れてた、お膳の日やん、どうしよう、お膳やん今日、お膳忘れてた、うん、誠司さん山田ディスってた、もうほっときな、うん、俺名前すら出したくないし、そいつの話題すら出したくないの、こっちも、うん、同じステージじゃないから、まず何も嬉しくも悔しくもない、うん、宮古島行かないよ、薬はあるから、月1だから、それはオゼンピックは週に1回注射打たないといけないんだよ俺、うん、山田なんか人気ないでしょあんなの。アイテム来てたよ、どこに、どこに、どこ、あ、あ、豆ちゃん5個ラスコイ、ラス豆ちゃんいつもありやす、アニバーサリーラスコイ、人気はないでしょ、機長さん今日来ないよ、最終日だもん、そう週一注射、おはよう、無料アイテムお願いします。山田くんはね、もうどうも好きになれないねあの人は、うん、なんか配信だと生きがるスタイルだよね、リアルで会ったら何も言ってこないネット弁慶、
あんま好きじゃないですね。面と向かって何も言えないですね。配信ついてたら強気になるやついるじゃん、生きがるやつ、それと一緒。なんかあんまり、うん、リアルであったらペコペコ。この前も言われたもん、せいさん、ブロック解除してください。ブロック解除してください。元反射なきゃないじゃん、な中途半端なヘタレが、ヘタレすぎるやろああいうの一回調子に乗ってね、リアルのアウトローに締められないと分かんないよあいつは。うん、一回締められた方がいいかもしれない、本物のね、こっち系の人に。調子に乗りすぎたらあいつはそのうちやられると思うけどね。怖いもの知らずで、なんか今ね、やってるけど。元風俗のスカウトな、ああね、まあやってそうだよね。口がうまい詐欺師でしょ。うん、ああ、正和さん、ありがとうございます。サバカ。ビタミン取らない、吹き出物目立つ。マジでどこにあんの吹き出物。どこどれ出てる、あります。鼻の下。ああ、ビタミン不足なんだこれ。マジで。気をつけないとね。ある。どうしたらいいの？ビタミン。何で補えばいい？バナナ。ビタミンは。ビタミン B2。果物食べてないわ。全然食べてない。サプリ飲んだら、サプリって何の？ビタミン剤。おはよう、ありがとう。野菜は食ってるかな。チョコラ BB ってやつ買えばいいの。うん、地元はどこかわからない、もはや。あの、いろんなとこ住みすぎて。うん、なんなら大阪の方が長いかも。埼玉そんな住んでねえし、もう点々としすぎて地元がどこかわかんない。僕のふるさとどこなの、わかんない。3つハッシュドポテト、野菜だね、じゃがいもだね、2個頼んだよ、うん、夜中にバナナ食べたら全然食ってない、食ってないよ、バナナ食べたよ夜、うん、福岡ね、福岡住んじゃうとねちょっと厳しくなっちゃう仕事的に。去ってを捨てた三枝ですよ。何とでも言いなさい。何も聞かんよ、僕には。蓮田も住んだことある。久喜にも住んでた、久喜。去って、久喜、蓮田。からの高飛び奈良県、生駒。からの東大阪。からの、東大阪からの、どこ行ったっけな。もうそこから覚えてない。いろいろありすぎて。あ、それから、奈良にもう一回戻ってくる、生駒戻ってくる、からの東京足立区、からの東京足立区追い出されて三郷、埼玉三郷、三郷追い出されて、千葉県市川市猫間ちゃんとこ、うん、そこからもう転々としてんな、もう記憶が曖昧。うん、この人は住んでない。うん、そうそうそう、やっぱね配信者でね追い出されて展開を作る、うん、こいつはこの後どうなるんだって目を離せなくさせる、これがやっぱテクニック、スキルね。人生をかけて もう漫画にしちゃ う面白かったらいいじゃん、見てる人がこいつどうなんのみたいな、うん、今日はこいつどこで何してるの、誰と どこにいるのみたいな、あ、今日は違う人といるんだ、あ、今日大阪いるんだ、あれこいつ昨日東京いたよな、なんで大阪来てんの、どうしたどうした、で興味を持ってもらう、こいつやべえなこいつみたいになるでしょ、あれこいつ東京と元嫁さんと一緒にいたよな、あれ今違う女といんの、そうそうやってリスナーさんを増やしていく。だそれはできる人がいない、あんまりぶっ飛んでないとできない。人生をかけて配信の作品にしちゃう、溶かしちゃう、あとリスナーさんのねお金を溶かしちゃう、どんどん溶かしていく、これ、うん、溶かし
かしちゃうの、面白くして溶かしちゃうの、できないでしょそんなの。他の配信者さん、他だから他俺見ちゃうと他の配信者がゴミみたいに感じちゃうの。その山田とかね、こんな面白いやついないじゃん、うん、それに気づいちゃうリスナーさんはお目が高い、目の付けどころがシャープでしょ、すごいんだよ。僕のこと応援してくれるリスナーさんは本当にセンスがいい、センスの塊、さすが Z 界みたいな、こいつ面白いやろみたいな、有名にしてくれた投げ師さんたち忘れない、もう全部入れ墨掘ってもいいぐらい、投げてくれた人、ファンタスティック投げてくれた人全部タトゥー入れてもいいぐらい、うん、それぐらい感謝してる、うん、本当にね、この投げてくれた人がいなかったら僕今の僕はなかったね、感謝しかない、マジで。何しても応援してくれる人いるから、僕が、ね、彼女を作ろうが彼女と別れようがね、せいちゃん待ってたよね、半年間ぐらいアカウント消していなくなって、いきなりアカウント作って早くさんの家から配信してね、ブワーってアイテム投げてくれたりしたとね、40万ぐらい飛んだね、40万、1日でもうすぐ iPhone 買ったね、 iPhone なかったから、スマホもなかったから、今すぐ契約して iPhone 買ってね、なんだ出てんか、穏やかじゃないね、ホームレスからここまで来たからね、すごいよね、漫画みたいだね、うん、漫画で、漫画の世界でこんなことありえねえ、うん、お子さんの人はね、こいつやべえなって思ってんじゃない、ここまで来たかこいつは、うん、他に見る人いなくね、いないよね、そういうのやっちゃうとね、僕が、うん、ぶっ飛んでもね、ぶっ飛んでるやついる？いなくない？ゼロワンと政治ぐらいじゃない？ねえ、もう全部ネタにしちゃう。だからふわっち開いたらもうゼロワンか政治ぐらいしか見るとこないね、ぶっちゃけ。思わないでしょ？普通すぎて。うん。いないんよね。ふかしわが面白くないじゃん、こんな。気持ち悪い、金太郎みたいな顔してんじゃん、髪質も、髪質も終わってるじゃん、気持ち悪いでしょ、うん、売れるわけないじゃん、こんな金太郎みたいな顔してんじゃん、金太郎ぶら下げてんじゃん顔面に、うん、あ、ミイラもぶっ飛んでるね、ぶっ飛んでる、清潔感ないでしょ、ふかしいもって臭そうじゃない、なんか、わかる？僕みたいに清潔感ないでしょ、で同じデブだけど、カテゴリーは同じデブなんだけど、おっさんで清潔感がないと、うん、面白くない、面白くない、デブは閲覧取れるけどね、でもね、デブは、膝もできるよ、ちょっと脱毛したね、お風呂場で暇だったから、ちょっと反り残しがあって気になっちゃった、そうならないね、ぶっ飛んでるやつはね、配信をね、ま、間違えて利用規約っていうルールをね破ってしまって A 版になっちゃって積んでる人いるけど、僕とゼロはならない、なぜなら利用規約をちゃんと守ってるから、守りながら沸かしてるから、松さん、はい、俺は、いや、どこでもいいんだよ、こんなの、皮膚に毛が生えてたらどこでも剃れる、こんなの、ヒゲだろうが、すねだろうが、膝だろうが、どこでも大丈夫、早くさんは なってる、結構バンなってる、もう結構リーチだと思うよ、早くさんはそんなぶっ飛んだ配信できないと思うよ、もう結構なって累計で A 版持ってかれる可能性があるから、早くさんも気をつけないといけない、ありやす、
今日僕なんかちょっと変わったところない？気づいちゃった人いる？今日の僕ちょっと違うんだよね。ああ分かっちゃった、分かっちゃった、あ気づいちゃったか。そうなんだよ、眉毛ちょっとだけ整えてね、あの眉ペンでね描きました、ちょっと眉毛はね、髪型もねちょっとねふんわりね、今日はワックスですけど、ワックス濃いと思った、美意識高いです、完全に髪型良くない、眉毛うまいでしょ、髪型おかしい、なんで普通じゃない、何がおかしいの、何がどうおかしいの、ふんわりしたした、ふんわりベターじゃなくてふんわり、濃い方がいいでしょ、おかしくないよね、おかしくなくない、みっちゃんが買ってくれたの、何を何を買ってくれたの、何も買ってもらってないよ、窓背景ね、やめた、あっちにちょっと机持っていけない、あそこでかいソファー買っちゃったから、間取り的にここに置くしかなくなって、机をこっちにした、ちょっと変、何が変、傷んでるめちゃくちゃ、ベターはダメです、だからふんわりさせた、気づいちゃった、ベターはダメじゃない、ふんわり、ミツが寝室にいるんじゃない、見せて、なんでミツがいるの、まさか、昨日かっこよかった、またやんのこれ、昨日もいたやろ、いるわけないやん、いたら何なんで、それな、いたら何みたいな、ティッシュだらけだよ、いるわけないでしょ、いないよ、すごいな、なんか彼女みたいな詰め方ね、寝室に女いるでしょ、ガチ恋これ、昨日何時までやったと思ってんの、いるの？いないの？どっち？いないよ。いたらどうすんだよ。いたらなんだよ。何顔がスッキリしてるとか。女の匂いがする？なんで？うん？クラッカーのやつ。いるかいないか知らんがな。だよね。うん。しないな、全く。何もしないな。嫉妬する人いるの？嫉妬してもアイテム投げないやめたって人いるの？そんな人いる？いないよね。いないでしょ。いてほしい。ソファーの後ろはいないだろう。うん。嫉妬？クラッカーです。ベランダに、ベランダいないよ、やばいね、いるわけないじゃん、確認したいの、見たいの、あ、ハニーちゃんやった、風呂場に決まってんだろ、宣伝用の T シャツこれ着てんだよ、これ着てんだよ、でね、あ、 T シャツまた買ったんですよね、自分の T シャツをね3枚ぐらい買ったんですよ、まだ届かない、冷蔵庫いないよ、足元いない、隠してね、あそこの赤のとこ隠してない、確認する、確認したい、炊飯器なんかいない、扱わされた、いない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 、無理無理、
密そんな小さくない、うん、寝室、トイレ、お風呂場のチェック、ほんとこれ、ほんとに疑ってんのこれ。あ、来た密、はい、はい、うわ、早いね。蜜来たらやばいね。蜜来ねえかな。蜜。椅子はね、2個。ぐらいでいいんじゃない。クラッカーです、ありがとう、ありがとう。まあまあどうすかね、外出るのがちょっと億ぐらい、めんどくせえなみたいな。コンビニ行くか、いやめんどくせえなみたいな。13日ですよ、カーテンは。カメムシいないですね。2週間ぐらいかかる、カーテンやばいね。クラッカーありやす、ゴキブリ出ないね。あー、ヨモスありやす、カーテンいるよ、めちゃくちゃ熱いもん。見て、黒は入ってるけど、月見かわかんないね、まだ。月見は頼まないかもしれない。さすがに、ベタすぎない。未知のお弁当？何それ？知らん。あ、これが未知が作ってくれたってこと？なわけないな。ソーセージエッグマフィン、あっ、月見マフィン、お酒、お酒に注射の方がいいの、ハッシュドポテト、ナゲット以上になります。
や、何時でもいいんじゃない別に打てば注射は食べた後ナゲットまずいね、何これなんか色が違うんだけど、いつもと何これ粉が違うんか何これ、なんか衣がまずいんだけど衣が何これ中国の冷凍食品みたい何これまず簡単何これめちゃくちゃまずいんだけどパサパサしてんだけどもも肉から胸肉まずいんだけど何これうまいのがうまかったねもうこれ買わない方がいいわまずこれないわまずすぎん普通に臭いパサパサしてんのこれダメだねこれって落ちたわうん中より衣がまずいんだけど衣がクラシックみたいなやつバーベキューソースいやーこれ売れないだろうこれはああ値段一緒でしょこれはまずいわさすがにマクドナルドさんちょっと考えた方がいいですよこれお客さん離れますよこんなクオリティでこれはまあいつも通りかな、うん、ザ冷凍食品体に悪そうな味してるモスのがうまいねモスの場合こんなにまずいと思わなかったパサわかるで歯にくっつくねこの衣すげえ腹立つわ歯にくっつく何やこれうん最悪やねん全然ジューシーじゃないレース焼けしてるのかな。なんかどこら辺が月見なのこれ。目玉焼き入ってるだけ。あのさ、これソーセージエッグマフィンと変わんなくね。何が違うのこれ。月見 マフィンって何なの。ベーコンと一緒じゃないこれ。月見とソーセージエッグマフィンってベーコンが入ってるだけ。何これソースが違うの。ソースが違うだけ何これち
ってみよう。ああ微妙っすね。モスの方がうまいかも。モス頼んだらよかったよ。それかバーガーキング、バーガーキングの方が絶対いいわ。マック味落ちた、ダメだよ。太ってる人ってやっぱりそういうのばっかり食べてるんだ。どんな人が書いてるのこれ逆に。え？あなたも太ってるんでしょ？自分に言い聞かせてんじゃないの？うん。ねえ。ハッシュドポテトはね、追加した。デブでしょ？デブ。フワッチのリスナーさん、僕のところに来るリスナーさんね、あのモス派が多いんだけど、バーガーキング一回食べてみて、モス超えるかね。バーガーキングすごい美味しいよ。ハンバーグなんですよ本当に。うん。バーガーキングに月見があるか分かんない。バーガーキングマジうまいね。モス超えるよ。炭火で焼いてるよね。あれ炭火で焼いてるよね、あの肉。マジでうまいよね。風味が全然違う、肉も。あんな手間かけないよね、普通ファーストフードに。うん。あのバーベキューで食べる肉の味がするよ、炭火の味がする。うまいね。これは月見マフィン、月見バーガーの朝マックバージョン。大してうまくない。バーガーキング頼めばよかった。ね、バーガーキングちゃん、もうマックやめるわ。今日で卒業します。マックはうまくない。お肉ジューシーね。卒業しよう。おつじょりまだかな。おつじょり、わっぱうまいね。ハンバーガーくださいって言わないでね、バーガーキング行った時。普通のハンバーガーってワッパーって言うんだよ。ワッパーくださいって言って。旅行してんの？おつどりなし？おつどり欲しいな。ラッスンの方行ってった。なんでさ、ナナちゃんリスナーってさ、ダッスンの枠に行くの、流れるの、なんでなの。なんでダッスンに流れるの。コラボしてんの、一緒にいんの。ダメだと旅行ベリちゃんへと。うまい。ガメラさん来てる。走りに使われた。ダッスーとガメラとモンジョイと箱根旅行。へえ。足代わり、あ、タクシー代わり。運転手。まあウィンウィンだろうね。
打数も倍増できるし、ナイスも増えると。オッズ上にないか。機長さんに電話してくれ。今日は機長さんも旅行だから。機長さん旅行行ってんの？誰と行くの旅行？聞いてねえよ俺。旅行行くの？イベント最終日に？関慎吾と天然と旅行？呼ばれてないんだけど。呼ばれてない俺。最終日に旅行？嫌われてるからね。嫌われてんの俺。なんで呼ばれてないの俺。めんどくさいやつ呼ばないだろ。誘われてない。ああ、ゴミ屋敷の第2弾。バカ2個目。今から参戦する。うん。コロナによって延期になったら今日らしい。なんでイベアツにしたかも知らない。掃除参加してない。なちくん投票してみんな。2位になってる。誘われたら行くよさ、うん、たかし、確かたかしもイベント出てたような気がして。出てないか。おはよう。ありがとね。確かたかしが出てないか。市長さんだけか。どこまで行くんだろう旅行。13日になってる。いろんな映画の撮影、これ断ったっけな。埼玉楽しそうだね。ね、友達と。トラオさん2個2倍ラスコイ。4個ラスコイ。どこだ。トラック借りて？トラックの旅？なんだこれ。トラックで旅すんの？なんで？ノイズめちゃくちゃすごいよ。車載するんだったらトークしても話聞こえないよ。あのノイズで、ロードノイズとエンジン音、無理じゃないよトラックは。車載するんでしょ。今から道頓堀行きます。あ、そうなんですか。なんで仕事。関慎吾トラックがいいってバカだね。トラックで行くな。
コラボするのに、うん、すごいな、酔うぞ、こんな揺れちゃって、ノイズもすごくて、静かな車の方がいいで、うん、前に3人でトラック、うん、前ゴミ捨てに行ったかでしょ、トラックで。俺は絶対にやめるっていうな、俺はトラックはやめようって。ノイズがすごいし、豚にラスコイ、月見じゃないです、これはトラオさん、これはソーセージエッグマフィンといってですね、あのマクドナルドが一番ポピュラーなメニューです。観光地に行きます。そうなん、5個ラスコイ、観光ね、大阪ね、うるさくなかった？トラック。あー、あかん、食べ過ぎちゃったかもしんない。オゼンピック打ってばよかった、最初に。ナウ、何それ、知らん。セブンイレブンの宅配、タバコも配達できるよ、マジでめっちゃ便利よ、知らん。ナナナウ、ナナナウ、そんなアプリあんの。ほんまや、え、すげえ、なんで使われへんねん、お前ここで使われへんって、お前やばない、ここで使われへんって、どこで届けてくれんのこれ。アプリからしますと初回1000円引き、なダメだよこれ。こんな都会でダメって、お前どこだったら届けてくれんの、逆にゴミじゃん、ゴミすぎないかこれ、どこだったらいけるのこれ。東京しか無理なの、大阪ダメなの、なんだそれ。試験的に始まったのこれ、もしかして。なんか評価低いけど、あのアプリの98ぐらいしかいいねをしてないっていうか、評価出てないね、まだ始まったばっかりなんじゃないこれ。ナナナウ、カバー、横浜もできる、来るの早いよ。誰が届けてるんだろう、ウーバーの人かな。セブンイレブンの全商品が宅配できるって今までありそうでなかったっすよね。でもこれじゃあちょっと使い物にならんで、エリア対象外でって。ウーバーが来るんだ。でもウーバーだと、まあコンビニで頼めるけど、あの細かい商品は出せなかったよね、今までね、うん、結構だからピンポイントでタバコの銘柄とか全部入れられるってことね、カートに。
あ、いいかもね、これね、流行ったらね、うん、おはよう、今来たかったね、あれちょうだい、無料ちょうだい、無料アイテム無料ください。タバコ無理な。ああ、広島、埼玉、東京、神奈川、北海道なんだ。まだダメだね。大阪最初にやるよな。どうぞ、ありやす、うん、外出ないね。たださえ昨日も引きこもりだもんね。昨日は外出たっけな。昨日は出てないな、丸一日出てないわ。クラッカーありやす、ありがとう。出てないね、昨日、やばいな。まゆちゃんも出てないって。まゆちゃん16万5000ポイント埋まりました。無料アイテムと有料アイテム、おつじょり来ればな。ありやす、あ、僕のツイッターにある最新のリツイートをちょっと見てもらって、爆音なちくんの投票にちょっと協力してほしいんですけど、お願いできますか。僕のツイッターのリツイートしたやつ、爆音なちくんのやつ、あれちょっと応援するボタンを押してほしいんですよ。今ランキング2位になってるんで、うん、押せる方いたらお願いします。僕のツイッターを、うん、お願いします。ちょっとお手数ですけど、無料でできるんで。なちくんが今2位になっちゃったんです。昨日1位になったんですけど、ちょっといいですか。あと拡散の方もしてもらいたい。これ1位になるとブレイキングダウンのひな壇になります、なちくんが。これですね、僕がリツイートしたやつ。ここからちょっと裏路を踏んでもらって、この画面に行くんですよ。この画面に。ほんで、この応援するってボタンもう押しちゃったんですけど、ここに出るんですよ、応援するってボタンが。これをちょっと押してもらいたいんです。そうするとランキングがね、リアルタイムで変わってくるんで、今643秒、2位になっちゃって、1位が小田さんね、672、30秒ぐらい負けてるんで、ちょっと押してもらっていいですか。皆さんの応援が必要です。ナチ君が1位になった暁には僕がブレイキングダウンのナチ君のセコンドになります。朝倉未来と会ってきます。応援お願いします。僕の応援にもなるんでね。ケイノスケは大丈夫、あの子は未来とズブズブだからひな壇になるから。ナチ君がちょっとね、無名なんでまだね。ここで人気ランキング1位を獲得して、皆さんの協力でね、この人をちょっとひな壇に行きたいんでね。ブレイキングダウン、ここですね。あ、増えてるね、658。もうすぐ行けるんでね、僕のツイッターが裏を踏んでもらったら。小田君かっこよくねえから、ナチ君のかっこいいから、うん、やめてくださいね。あー、もうちょっとで抜ける、669。あと3人ぐらいで抜ける、3人ぐらいお願いします。うん、1日1票か2票か分かんないけど、もうちょっとで抜ける。さすがやな、リスナーさん、もうちょっとやで、もうちょっと。うわー、1位来た、これ、1位来た、変わったランキングは。あー、ありやすい、1位来たで、ナイスやってるよ、ナイスナイス、お願いします。皆さん、これ押せる方いたら引き続きお願いします。686、ナイス来ました、ありがとうございます。ブレイキングダウン行くぞ、行くぞ。
1日2回かな、7時間後に押せる。いいね、いいね、いいね、いいね。なつくんすげえで、うん、パルパルニュースでもなやってくれたらいいんだな。うわ、700までいっちゃおう、700まで。あ、バツさんもあれです、700いこう、700。ブレイキングダウン出たいものも、セコンド、うん、ジャーナリストとして行きたい、あの現場に、うん、あと2人、700まで、あと2人、あと1人、699。僕リツイートしてるよ。来た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 、増えろ増えろ増えろ、700いった、来た、ありやす、ナイス。ありやす、あとは僕のあのランキング上げてもらいたい。あ、トラさんにこれです、あれです。これが増えると何が起きる、ブレイキングダウンのひな壇の選手に選ばれる、ひな壇になる、うん、1,2,3 のやつ、うん、僕はナチ君のセコンドになります。押した、ニコです。あ、パンチャリです、押してね、無料だから。ブレイキングダウン出ます、僕が朝からミクルに挨拶してきます。どうも、ふわっちの政治クレイジーバレーです。僕も今度はブレイキングダウン出たいです。ノッコンテラーだとやらせてください。で、ちょっとブレイキングダウンでバズっちゃったら、僕ふわっちちょっとやめるかもしれない。